けえ。めっちゃ BGM よくないこれ。やばなんかテンション上がってきた。さあグーテンモルゲン、皆さんおはようございます。アーフンディでございます。さあね、なんかアーマードコアって皆さん知ってますか？アーマードコア、なんかよくさネットでさ、ツイッターとかなんかさ、 なんか起きるとさ、なんか回り回ってアーマードコアの新作が出るみたいなさ風潮あるじゃないですか。はい。でまあその風潮で別に好きでもないし嫌いでもないんだけど、なんかぶっちゃけアーマードコアってなんなんてなってるわけよ、この若造からしたらな。はい。なんでね、ちょっとブックオフでね、なんか実況しやすいゲームないかなと思ってね、ちょっとアーマードコアが、ね、安売りされてるの見つけたんでね、ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、これはね、アーマードコアネクサスですね。はい。めっちゃオープニングムービーかっこいいんだけど、これなんかさ、アーマードコアロボットで戦うやつなんでしょ。はい。なんかね、ちょっと見ていきましょうか。その前に、レトロゲー通貨、まあ2004年のゲームなんだけど、ここでレトロでもないんだけど、まあ、恒例のね、あれ行きましょうか。アーマードコアネクサスね。これディスク2枚なんだよ。ちょっとあれ、恒例の、これ行こうぜ。説明書見る時間やろうぜ。はいはいはい。これなんかね、そう、ディスク1エボリューションディスクとレボリューションディスクなんだよね。なんか最初はエボリューションディスクを入れろみたいな。かっこいいこと言ってた今。はい、ちょっと見ようぜみんな。ちょっとこれ、見える？なんかね、ミッションがあってそれをクリアしていくみたいなんですよね。はい。で、エボリューションディスクは、なんか、そう、これね、対戦ができるらしいんだけど、この時代ってネットの対戦とかあんのか。プレス2でもランケーブル刺す場所あるよね。うわ、かっこいいな、ロボット。ロボットっていいよな。はい、そんなこんなでやっていきましょうか。アーマードコアネクサスですね。やっていくよ。おもろかったら単発でやろうと思うんですけど、おもろかったら、あれでいこうかな。本作に新しいキータイプ、まあ、俺にとっては新作のアーマードコアだから、これはな。あ、ちょ、ようわからんな。まあ、このままでいいでしょう。ネクスト。名前。はい、皆さんはじめまして、新人パイロットのアフンディと申します。やべえ、アーマードコアの世界が始まってしまった。すごいウキウキしてきた。なにこれ、焼けた塔？でもこれさ、当時からしたらすごいグラフィック良かったんだべな。荒廃の末たどり着いた企業が、支配する社会。お、かっけえかっけえ。いいね。やべ、やっぱでっけえ物体がよ、動いてるだけでなんか俺興奮するんだけど、やっぱ男の子なんだな。そこで繰り返される利権を奪い合う争い。なるほどね。新興企業ナービスが発見した資源は、やっぱ資源を争ってな、戦争するからな。新たな争いの火種となり、やがて巨大企業が先を争って、この辺境を目指した。自爆キーの早いな。いいじゃんいいじゃん。すげえ。企業からの報酬で依頼をこなすレイヴンと呼ばれる傭兵。俺ね、タイタンフォールはやったことあるんだよね。だからこんぐらいの規模のロボットの操作は多分ね、慣れてると思うんだよ。顔がガンダムだね。ガンダム知らんけど、ガンダムよりはちっちゃいよねこれね、多分ね。ガンダムって18メートルぐらいあるよな。俺1年戦争しか見てないんだけど。終わりなき争いの時代は彼らを中心に回っていた。ええやん。さあ始まりました。レボリューション、あ、読めなかった。これなんだろう。ミッションを選択する的な。ルがここかな。これなんかさ、俺何もしないよ今。俺カーソルどんどん上行っちゃうんだけどさ、これ行ってるかな俺の。ミラージュ調査部隊襲撃。オッケー。ルガ峡谷東ね。なんかいいね BGM。ナービス。いらないよ。調査部隊排除。領域内の進行する全ての MT、なんだろうこれ。
マニュアルトランスミッションかな。 OK、 きちんすること、契約金25,000円、成功報酬37,000円。 OKOK。 なんか安くねえか、この 1C がさ、あれ日本円にしたらどんなもんか知らんけど、まあ1ドル100円、 1C100 円って考えたら37,000円か、370万、めっちゃ高えやん。 OK、 手のないな。この運ばれてるやつが俺のロボットかな。お、オペレーター。OK、タイタンホールオンライン。え、これさ、OK、OK、OK、起動。敵 MT 部隊を撃破してください。おらい。敵 MT 部隊。タイタンホールオンラインって言っちゃったら、あれかな。アーマードコア信者は怒るかな。俺なんか操作方法わからんだけど。どっちそうなんだこれ。何ボタン、何ボタンだ。R でロックオンして。あー、なるほどね。 R2 でロックオンして R1 で撃つの。めっちゃむずいやんこれ。あ、これさ、よく言うさ、 AC 持ち、 AC 持ちした方がいい。知ってます？ AC 持ち。これむずいぞ、これむずいぞ。操作方法がわからない、まず。あ、なるほどね。オッケーオッケー。L の方も使っていくな。な。オッケーオッケー。もう近接でいいや。こっちだ。あと1体いるよな、こっちにな。オッケー。あ、これで OK な。これで370万もらえんの。俺もアーマードコア乗りになろう。依頼主ミラージュ、依頼内容、施設防衛、全戦闘ヘリを撃墜し、施設の破壊を防ぐ。お、契約金0円。630万もらえんのこれ。いくべえ、これ。さっきの戦いはさ、俺がどれぐらいダメージ受けてるのかちょっとわからんかったからさ、こういう感じで進んでくる感じな。お、MT が、これ MT がさっきより強そうな MT がおるよ。このさ、腕のないポンコツに乗らされる兵士の気持ちな。うわ、俺 MT に配属された、死んだわみたいなことを、そういう会話を想像しながら、ヘリが来ましたね。はい、これが撃墜すべき対象のヘリかな。ちょっとアニメーションもすげえよこれ。2004年さすがに俺は生まれた後のゲームだけど、これね、でもね、アーマードコア1,2,3とあって、アーマードコアネクサスはね、なんか4、5作目ぐらいなのかな、これ。あ、よくわからんけど、やっていきましょうか。タイタンホールオンライン。敵の戦闘ヘリを撃墜し、施設への被害を食い止めてください。あれ、なんかさっきとミサイルの感じ違くない？この施設は今後の我が社の戦略上、重要な拠点となる。これは味方だよね。オッケーオッケー、重要な拠点となるね。被害を最小限にとどめて。敵のヘビが、痛い。オッケーオッケー、 ZR であれな。オッケー、なんか倒したわ。護衛目標の被害が 10% を超えました。オッケー、護衛目標の被害が 100% だったら俺の負けな。落ちろカトンボ。被害 50%、 やばい。防衛失敗したんだけど。作戦が失敗しました。失敗しました。システム通常モードに移行します。失敗しました。これ後々響いてくる。依頼主 OAE コンテナ破壊、施設内のコンテナを可能な限り破壊すること。 OK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 。 契約金3,320万でさ、320万でさ、成功報酬280万。まあいいや。 OK、 コンテナの破壊な。了解。コンテナってどれだ。全部。
このコンテナとか破壊すればいいな、これな。依頼者設定目標を達成しました。オッケーオッケー。あとは時間に許す限り、破壊してください。あ、なるほどね。な、何このストレス解消ゲー。一生これやってたいんだけど。ほらい。予定時間が経過しました。このパイロットはレイブンって名前なのかな。うん、なんとかって前よ。なんとかって結構壊したぞ。作戦目標クリア。システム通常モードに移行します。はいはいはい。もらい。OAE の地下倉庫が何者かの襲撃を受けた。あ、これあれじゃね。あれやん、俺今壊したやつが OAE の地下倉庫で、それのことや。これニュースになってら俺。依頼主レイブンザーク、賞金額賞金額87万円。タイフェン社名アモン、機体名バースボム、ランク29位。なんか賞金首を倒せ的なやつかな。てかこれあれか、俺最初にさ名前クックしたから、なんか舐められてるわ。なんか胸筋がいいね、お前の機体。距離詰めて近接で戦いたいな。あ、これ長押しで飛べるやん。見失った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 。どこ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 。永遠に俺の背後を取り続けてる。当たらんこの。よっしゃー。あ、死んだ。できとこないね。最後なんか肉弾戦になって死んだわ。アクバス平原。イレムシミラージュ。オッケーオッケー。あ、これさっきのやつじゃねえか。出撃しよう。もう負ける気せんよ。敵の爆撃機を撃墜し、施設への被害を食い止めてください。ほら、まだ一体。オッケー。オッケー。オッケー。ミサイル切れんだな。弾数上限なんだな、これな。最後ちょっとガレージ見てわっか。これやね。あー、なるほど。あ、強化できるんだ。これパーツってどこだ。ショップ。バイ。え、顔も選べんだこれ。え、めっちゃええやんこれ。鉄砲とかなんか強い鉄砲買うべこれ。8発ごとに再装填。うわ、3点バースト、これちょっとかっこいい。これ買うわ。オッケーオッケー。鉄買う。これ3点バースト装備。オッケーオッケー。ちょっとこれ出よう。ラストな、ラスト。カルバ山岳地帯な。かかってこいよ。オッケー、3点バースト。3点バースト。3点バースト。当たってんのかこれ。敵は小ジャンを繰り返してるけど、めっちゃ飛ぶなこいつ。連邦のモビルスーツが。死ぬ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 。お前強いな。お前ぴょんぴょん飛び回るジュニアフライ級。こっから勝てんの俺。死んだ。死んじゃった。死んじゃった。それでは、お相手はアフンディでした。アフィだぜ。ちょっとこれね、もう一回やるわ。これ単発にすんの惜しいぐらい、おもれえこれ。だから悔しいからもう一回やるわ。ほいじゃあね、またね。